皆さんこんにちは。日本のアイドルである伊能慶さん、今回は平成ジャンプ伊能慶に角阿部亮平サイドが大激怒した真相と、初の引率アイドルを今頃奪った本当の理由や衝撃の年収額について紹介します。まずは伊能慶の履歴とプロフィールから紹介します。伊能慶は日本のアイドル、タレント、歌手、俳優であり、男性アイドルグループ平成ジャンプおよび平成ベストのメンバー。阿部亮平は日本のアイドル、男性アイドルグループスノーマンのメンバー。小学3年生からは芸能のオファーが来るクラスに入り、曜日ごとに様々なジャンルのレッスンを受けていた。2004年8月12日に小学5年生でジャニーズ事務所に入所。ジャニーズ JR 内ユニット JR ボーイズに所属し活動。2009年にミススノーマンのメンバーに選ばれる。2011年8月、学業に専念するため一時活動を休止、ほぼ独学で勉強し、東京都立駒場高等学校卒業後、一般受験で上智大学理工学部に合格。2012年2月に活動再開し、滝沢歌舞伎2012の稽古から活動復帰。同年からスノーマンのメンバーとして活動する。2016年4月、上智大学大学院理工学研究科に進学し、理工学専攻情報学領域を専攻。明治大学理工学部建築学科を卒業している伊能さんは、番組内で名建築を訪ねるためフランスパリへ。その中で大学へ進学した理由として、当時はメンバーの中で一番、個人の仕事はほぼなくて芸能の仕事で食っていけるという自信がなかったと話した。さらに、学部卒業してもまだ仕事一本でやっていくぞっていう勇気もなかったのか、公表はしてないけど大学院も2年で終了したと明かした。大学院では新領域創造専攻だったといい、建築を4年間学んだベースの上に違った領域のことを勉強して新しいものを提案しようよみたいなと説明した。大学院卒は初の公表とみられ、 X では驚きや称賛の声が寄せられた。その際、思い出した人が多かったのは、同じく大学院を修了しているスノーマンの阿部さんだ。阿部さんは18年3月に上智大学大学院理工学研究科を修了。テレビ番組によってはジャニーズ初の大学院卒と紹介されることも。阿部さんは気象予報士の資格も取得しており、インテリキャラとしてクイズ番組や情報番組などでも活躍する。番組では伊能さんの大学院の修了時期は明かされなかったが、仮に2009年の学部入学からストレートで進学しているとすれば、大学院は15年修了となるだろう。そうなると旧ジャニーズ初の大学院卒は伊能さんだったということになりそうだ。 X では、これまで阿部さんが旧ジャニーズ初の大学院卒として注目を集めていた中、伊能さんは無言を貫き通したとして懐のでかさやばいとする声や、伊能さんが阿部さんより先に大学院を修了していたとしたら気まずいのではといった声が上がった。もっとも、どっちが初でも2人の努力に優劣はないよね、本当にどちらもすごくて尊敬ですよね、といった意見が上がっている。10月19日に放送されたアナザースカイに平成ジャンプの伊能慶が出演した。伊能さんは2013年まで明治大学の理工学部建築学科で学んでいました。それもあって、フランスの名建築などに足を運んで自らの人生に思いを馳せていました。番組では初めて明かされたこともあった伊能さんが実は大学院卒だったというのです。明治大学大学院の理工学研究科の新領域創造専攻を2年間で卒業したとのこと。2013年に大学を出ていますから、大学院は2015年に卒業したということになります。伊能慶は2007年に平成ジャンプとしてデビューしており、多忙なアイドルでありながら大学を卒業しただけでも快挙だが、さらに大学院も卒業していたことを約10年間明かさずにいたのだ。しかし、このことで一部では対立騒ぎが起きているという。スノーマンのファンと平成ジャンプのファンの間でちょっとした論争になっているようです。一体なぜスノーマンの阿部亮平さんが上智大学理工学部の大学院を2018年に卒業しており、これまでジャニーズ初の大学院卒アイドル、
都市でバラエティ番組やクイズ番組で活躍していたからです。2015年に伊能さんが大学院を出ていたとなれば、本当の書は安倍さんではなく伊能さんになるため、ファン同士で対立しているようです。今や見ない日はないというほど大活躍のスノーマンの皆さん、そんなスノーマンの皆さんの年収はどれくらいなのでしょうか。個人でのお仕事も増えており、グループ内での2024年の年収ランキングはどのような順になるのでしょうか。出演数が多い年収が多いというのは本当なのでしょうか。今回はスノーマンの皆さんの2024年の年収についてランキング形式でお届けしていきたいと思います。年収ランキング第1位は目黒蓮さんです。目黒さんは俳優やモデルとしても大活躍しており、表紙を飾ると街から雑誌が消えると言われるほどの大人気っぷりです。そんな目黒さんですが、2021年から2024年8月現在で6本のドラマと3本の映画に出演されています。ここ数年は家に帰った途端玄関で寝てしまうほどの忙しさだったようですよ。メンバー内でもグループ一多忙だと言われています。俳優業だけでなく、ツアーや滝沢歌舞伎、雑誌の撮影に看板組など休む暇なく働かれています。 CM 契約数も個人だけでグループ内最多の6社です。文句なしの堂々第1位と言って間違いないでしょう。これからさらに活躍すること間違いなしですので、今後もっと増えていくのではないでしょうか。年収ランキング第2位は向井康二さんです。向井さんはバラエティ番組を中心に大活躍されています。レギュラー出演しているのは3番組で、その中の1番組では MC にも抜擢されました。バラエティの印象が強い向井さんですが、ドラマにも出演されており、2022年と2023年の4月クールではドラマ特捜9にもレギュラー出演されました。2024年に入ってからもリビングの松永さん、マウンテンドクターと次々ドラマに出られています。朗読劇ハロルドとモードでは主人公に恋をする青年役として出演され、俳優の顔になってきたと監督に褒められたそうですよ。筆者も実際に生で感激しましたが、バラエティ番組に出演されている時と雰囲気が大きく違い、とても演技が上手な方という印象が強くなりました。向井さんはファッションも大好きで、毎月21日に公式ブログでコーディネートを公開されています。ファンからも人気が高く、雑誌でもたびたびそのコーディネートが紹介されるほどおしゃれなんです。趣味で始めたカメラの才能も開花し、現在は雑誌 AERA で連載も担当されています。好きなことをお仕事に多く活かされている方なので、今後もさらに活動の幅を広げられるのではないでしょうか。年収ランキング第3位は佐久間大介さんです。佐久間さんは現在ラビットの火曜メンバーとして各週交代で出演されています。また個人でのカンラジオ番組スノーマン佐久間大介の待って無理しんどいも放送されています。2021年には声の吹き替えを担当した映画白蛇演技が公開され話題になりました。2022年からスタートしたテレビアニメカードファイトヴァンガードウィルプラスドレスでも声優として活躍されています。他にも2024年公開された映画マッチングや NHK みんなの手話のナビゲーターにも出演されるなど、ジャンル問わず大活躍されているんです。佐久間さんは自他ともに認めるアニメオタクで、アニメに関する知識も豊富なようです。プロの声優の方も大絶賛するほど声優としての才能が開花されていますので、今後もアイドル業だけでなく声のお仕事が急増するのではないでしょうか。年収ランキング第4位は阿部亮平さんです。阿部さんは上智大学の大学院まで通い見事卒業されました。勉強キャラを定着させるため自ら大学進学を決意されたんです。その努力が報われて現在は今夜は謎トレにレギュラー出演されています。2015年には合格率 4% の超難関といわれる気象予報士試験に見事合格し武器を身につけられました。その他にも阿部さんは多くの資格受験に挑戦され、最近では漢字検定準一級と世界遺産検定一級を取得されています。向上心の塊ともいえる阿部さんですので、今後もさらに武器を身につけ様々な場所で活躍されること間違いなしです。最後までご視聴いただきありがとうございました。
何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。